モテゴラノここまで来れば大丈夫だろう。ああ。すまねえ。お前んちでもやっちまったのに、また騒ぎにしちまった。つい頭に血が昇って、あのクソ坊主。Oh. You're just jealous. アオバ。お前に辻斬りのライム仕掛けたのって、あいつだろ。なあ。やっぱり知ってたのか。そうなんじゃねえかとは思ってたが。ごめん。いや、責めるつもりはねえ。だがあいつ、辻斬りの後もお前に付きまとってるんだろ。なんつうか、その…I kind of thought that they would give us a choice right here to like decide to tell him or not. あいつにライム仕掛けられた時、俺どうすりゃいいか全然わかんなくて、ライムなんてやったことねえし、最後は気失ったみたいで記憶がないんだけど、あいつが言うには俺が勝っ、お前が、なあ、でもそんなの全然覚えてねえし、そもそも俺が勝てるわけねえし、でもそれじゃあお前に負けた恨みを晴らすためにくっついてるってのか。プライドだけは一丁前だな、あのクソ坊主。ライムだろうとなんだろうと負けは負けだ。潔く認めて終わるのが男ってもんだろうが。しかもお前気を失っちまったんだろ。なのにその言いがかりってのはただの嫌がらせにしか聞こえねえけどな。まあな。どうした、何か気にかかることでもあるのか。ライムやってる時さ、誰かの声が聞こえたんだよな。どういう意味だ、あいつじゃなく。違うと思う。聞こえたっつうより声が耳の中で響いたっつうか、それで俺レンに指示を出せたんだよな。戦い方が直感的に分かったような感じで。ライムはやったことないんだよな、お前。ああ、なのに何で指示なんか出せたのか自分でもよく分かんねえ。それがちょっと嫌な感じで。あんまり考えすぎんな。お前の昔からの悪い癖だ。じゃねえとレンに「青葉思考がパンクしそうだ」とか言われちまうぞ。ああ。お前もいきなりライムに引っ張り込まれて混乱してるのかもしれねえし。でも何か。なあ、サンキュー。タエさんにはいつもうまい飯作ってもらってるからな。そこかよ。そうだ、ドライジュースの奴らに挨拶してくか。だな、水木のことも気になるし。ああ、どうした。つうか俺仕事中だし、羽賀さんが外出しちゃってて店番してたんだよ。おいおい、まずいんじゃねえか。電話してみる。Oh yeah, he did leave. Alba is the worst employee ever. ジャンクションの平凡です。羽賀さん、すいません、俺。ああ、青葉君、店にいないからどうしたのかと思いましたが、
何か急用でしたか？その…今日はもう大丈夫ですよ。本当にすみませんでした。気をつけます。わかってます。それじゃあ、お疲れ様でした。気をつけて。Good work. Bad work. お疲れ様でした。大丈夫だったか？まあ、一応。そう、やっぱ水木と連絡つかねえ。どうなってんだ、ここで何があったってんだよ。畜生、マジでモルヒネの仕業なのか。水木、やあ、誰かと思ったら青葉さんでしたか。奇遇です。やっほー、アバ。お前ら。The cutie not so twin twins. なんでここに。この辺りは我々が担当してるんですよ。ヤクザか。お前ら双子か、似たような格好しやがって。双子じゃねえから。お前、こんなのとつるんでんのか。つるんでるっつうか、知り合った時は別にヤクザじゃなかったし、コウジャクが島を出てた時だよ。I mean, I understand where Kojaku's coming from, but at the same time, it's like, geez, you pass judgment on everybody. ええ、青葉さんとはそれなりに窮地の中です。そうそう、仕事関係ねえし。同業者の中には横暴なのもいるようですが、俺たちはルール違反は犯しません。あくまで常識の範囲で行動してますので、以後よろしく。ヤクザはヤクザだろうが。いいも悪いもねえんだよ。一度落ちたら骨の髄、血の一滴まで染み込むからな。Yeah, Kojaku, but aren't you part of a group that like beats up people? でも。俺たちが言うのもなんですが、この島じゃヤクザも警察も大して変わりませんよ。そうでしょ？あなた、確かどこかのチームのヘッドですよね。何人か懇意にしている警察の人間がいるでしょ？警察の人間全てが悪いってわけじゃねえからな。中には気のいい奴らもいる。では、我々もその中に加えていただけるとありがたいです。気のいいヤクザとしてね。ところで、ドライジュースって青葉さんのお友達のチームですよね。彼ら縄張りの移動でもしたんですか？さっきから誰も見かけねえ。それがいなくなっちまった。いなくなった。俺たちも今来たばっかりなんだけど、ドライジュースのタグが全部塗りつぶされてて、代わりにモルヒネのタグが書かれてる。モルヒネ。モルヒネって
あの空想上の生き物みたいになってるあれ？なあ、もしかしたら誰かがモルヒネのせいにしようとしてこんなことだとしても残忍ですね。チーム全員をいっぺんにだなんて。そう。この辺お前らの担当なんだろう。何か知らないか。そうですね、俺たちが知っていることといえば、昨日の夜に見回った時はこんなんじゃなかった。ドライジュースのメンバーの皆さんは見かけませんでしたけどね。それって何時頃だ？9時ぐらいじゃね。つうかその後にやられたんじゃね。だとしてもメンバーを一人残らず誘拐とは。あの人数をいっぺんに連れ去るのってそう簡単なことではないですよ。わかってる。だからなるほど、なんとなく状況はわかりました。もしこちらでも何かわかったらご連絡します。頼む。それにしても最近はこういう手合いの物騒な話が増えてきてますね。青葉さんも気をつけてください。俺らにもわけわかんねえのが多くて追っつけてないってのが現状。てめえらにとっちゃリブなんてしのぎのための駒だろうが、何してくれるっつんだよ。 Oh my god! Kojaku just starts shit with everybody.我々としても町に寄生して生きているわけですからね、しっかりとした足場を築いた上で活動することが大前提なんですよ。それにモルヒネでも何でもいいですけど、勝手に俺らの縄張りを荒らされるのは普通に不愉快ですから。チッ。さて俺たちはもうちょっとこの辺りの状況を。貴様ら、ここで何をしている？やべえな。あらら、今日はまた一段と騒がしいですね。元気が有り余ってるな。ここは退散一択でしょ。 Now get the hell up out of there. さすがに俺たちもあれは苦手ですから、青葉さんも逃げてください。